どうぞ。それではただいまより西村大臣閣議を会見を開始いたします。まず冒頭大臣からお願いいたします。はい、本日は一件でございます。福島その先の環境へという対話フォーラムについてでございます。福島県の除去土壌等の県外最終処分、再生利用に向けた全国での理解醸成のために明日3月18日に福島その先の環境へと題した通算8回目の対話フォーラムを宮城県仙台市において開催をいたします。私も現地に赴いて参加者の皆様の理解が深まるように丁寧なコミュニケーションを図りたいというふうに思っております。オンラインでも中継する予定でありますので、ぜひ多くの皆様方にご覧いただきたいというふうに考えております。冒頭は以上です。それでは各社の皆様からご質問を受けいたします。ご質問がある方は、挙手の上お名前ご姓とを述べてからご質問ください。なお、この後参議院の予算委員の委嘱審査がございますので半までで、打ち切らせていただきますのでご了承ください。では幹事社さんお願いいたします。朝日新聞の関根です。よろしくお願いします。IPCC 報告の関連で伺いたいと思います。今まさに総会で第6次の統合報告書が審議中だと思いますけれども、その中でですね、来年中にその、2035年時点でのその、温室効果ガスの排出削減目標について、言及もあるかと思いますけれども、こちらのその NDC の更新についてですね、来年中に提出が求められると思いますけれども、日本政府としてのその検討の進捗について伺いたいということと、これは基本的にはその、科学の根拠にのっとってでですね、その 60% 削減というのを目安に、強化していく方向性という理解をしていていいんでしょうかということについて伺いたいと思います。まず今お話しありましたように今来年中、2024年中というの提出というお話がございましたけれども、これはパリ協定のもとにおいては来年中ではなくて2025年に2035年目標、また2030年に2040年目標、これを報告することが奨励されているということでございます。我が国は2030年度の 46% 削減、さらに 50% の高みに向けて挑戦を続けていくというこういう目標を掲げているところでございまして、これ以降の削減目標については2050年カーボンニュートラルの実現に向けて関係省庁とも連携をしながら目標年度や具体的な対策、施策等も含めて検討していくことになります。それから、PFAS の関連ですけれども、先日アメリカの環境保護庁が飲料水の、障害健康勧告値ですか、1リットル当たり、各4ナノグラムという値を公表しましたけれども、月内にもまた専門家会議開かれる出ると思いますけれども、こちらの議論にどのように反映していくお考えでしょうか。今回米国の環境保護庁EPA がPFAS に関する飲料水の規制治安を公表したということは今ご指摘のように承知しております。今回示された案につきましては、今後米国内で確定に至るまでさまざまな手続きがあるものだというふうに承知しております。環境省といたしましては厚生労働省と連携しながら、今お話のあった専門家会議で水質の目標指導について今ご議論をいただいているところでございます。今回公表された米国の EPA の考え方や現在作業が進められている WHO のガイドラインなども含む最新の知見を踏まえて、できるだけ速やかに議論を深めていただくことを期待しているところであります。その結果を踏まえて、国民の皆様の安全安心、これのための取り組みをしっかりと進めてまいりたいと考えています。ありがとうございました。それでは各社の皆様からご質問をお受けいたします。で岡田さん。毎日新聞の岡田です。来月に迫った G7 の、気候エネルギー環境大臣会合について2点お聞きしたいんですけれども、去年 のコミュニケではですね、電力部門 の脱炭素化と石炭火力 のフェーズアウトについて、それぞれ2035年までの大部分の脱炭素化と
まあ、年限を示さない形で の、まあ、あの段階的廃止、石炭の段階的廃止というのを言いました。で、まあ、あのこれに関してはそのあの欧米からですね、まあ、踏み込みが足りないという指摘が、まあ、これまで の、 あの事前協議の中で上がっているということですけれども、この部分についてあの議長国としてですね、まあ、そのどういった考えで進めていくか、前進させていく考えというのはないでしょうか。あの今お話しだったこの、今年4月の G7 の、 あの大臣会合に向けては、あの現在事務方の準備会合で、成果文書の議論を行っているというふうに承知しております。あの議論内容については、外交上のまだ議論の途中でございますので、ここでお答え することは差し控えたいと思いますけれども、あの今ご指摘になった我が国の石炭火力についてはできる限り発電比率、これを引き下げていく方針であります。あの具体的には、あの電力の安定供給を前提とし、あのした、あの前提として、2030年に向けての非効率石炭のフェードアウトを着実に進める、そして、2050年に向けては水素、アンモニア、CCUS、 こういったものを活用して脱炭素型の火力に置き換えていくという取り組みを推進してまいりたいというふうに考えています。あの関連して、まあこの水素アンモニアを活用したあのをその火力発電の脱炭素側に活用していくっていう考え方は、これはあの他の G6 カ国の理解は得られるだろうと考えてますでしょうか。まあ、今先ほどあの申し上げたように事務方において議論をしているということでございます。まあ、将来的なあのカーボンニュートラルに向けて、しっかりと段階を踏みながらですね、最終目標に向かって歩みを進めたいというふうに考えています。あと、まあ、あのもう一点はあのちょっと雑白な質問で恐縮ですけれども、まあ、あと、まあ、残り1ヶ月、まあ、もちろんあの事務方で今交渉中ということはあの踏まえてですけれども、あの今回 の、 あの G7 のこの閣僚会合のヘッドライン、まあ、目玉といいますかというところは、どういったところに置きたいというふうに考えていらっしゃいますか。改めてお聞かせください。まあ、今回のカーボンニュートラル含めたですね、で特に気候変動のみならず生物多様性において、もうこの前昆明モントリオールの枠組みが決まりましたので、今あの我が国においても世界に先駆けて、その国家戦略、これをあの世界の第一弾という形 で、 です、ね、取りまとめています。そういったの先駆けの取り組みを G7 各国と共有すると同時に、あの先般あの今年に入ってインドにも参りましたけれども、インドに行ったのはG20 の議長国ということでございます。 G7 と G20 が将来の目標についてあの考えを共有しながらやっていく必要性を感じていったものでもありますので、そういった G7 と G20 の連携を図りながら世界全体としてカーボンニュートラルであったり生物多様性であったり気候変動、そういったあのものに対する取り組みを進めたいというのが基本的な考えであります。それでは小野さん。ただいまの質問に関連してなんですけれども、あの2030年 の、 その石炭火力の段階的廃止というのは、あの現時点では日本としては難しいというふうにお考えなのでしょうか。もしそうであれば、ちょっと理由を教えていただけないでしょうか。まあ、先ほど申し上げたようにですね、最終的な目標に向けて歩みを進めなければなりませんけれども、現状からそういった目標に向かって歩みを進めていく過程におけるものの考えというのも必要だろうというふうに思っております。特にあの G7 のみならず G20、 そして世界各国のさまざまな国々と同じ方向を向いていかなければならないわけでありますので、そういった意味において現状を理解しつつも少しずつでも前に進めていけるようなことも考えていく必要があるんだろうというふうに思っています。つまり年限を明示するよりも、その年限を明示するよりも少しずつこう進めていくことが大事だというような
少しずつというかできるだけ早く目標に向けて目標達成に向けて歩みを進めなければならない、これは当然でありますけれども、その現状というものも認識しながら対策取り組みというのは進めていく必要があるだろうというふうに考えています。ありがとうございます。では小峰さん。環境新聞の小峰でございます。昨夜のですね、WBC イタリア戦で侍ジャパンが勝ちまして準決勝の進出を決めましたと。活躍された選手が宮城県や岩手県のですね被災地のに出身者やゆかりのある大谷翔平、佐々木希朗、ダルビッシュ有とこの活躍が大きかったと思いますけれども、大臣のご出身である大臣は宮城のご出身ですけれども、昨日の結果準決勝進出をどんなふうに受け止めてますでしょうか。本当に今国会終盤で終盤というか予算の審議の終盤に向かっている中でございましたけれども、テレビの方は見させていただきました。大変素晴らしい勝ち方であったろうというふうに思っています。大谷選手がちょっと失点をした後にですねすぐに打線が活躍して非常に今回これまでの試合大変安心して見ていられるようなものが続いていたでありましょうし、まだ今ご指摘のあった大谷選手、佐々木選手、ダルビッシュ選手はじめとしたゆかりの選手が活躍すると大変嬉しく思っております。またちょっと不審だった村上選手にいいバッティングが出てきたんでですねぜひもう今ちょうどアメリカに向かって飛行機に乗られているというふうに聞いておりますので、もう間もなく到着だろうというふうに思いますが、ぜひ優勝に向けて頑張っていただいて、そして日本の国民の皆さんに元気と希望、勇気を与えていただければというふうに思っています。共同通信の服部と申します。すみません、幹事社質問に関連してアメリカ EPA の飲料地 PFOS、PFOS の飲料地規制なんですけれど、米軍基地が汚染源の一つとして疑われている沖縄県なんですけれど、アメリカの基準値4ナノグラムはおろか、日本の基準値を超過することもたびたびなんですけれど、今後米側に対して対策強化や汚染源特定への協力を求めるようなお考えというのはないでしょうか。今回今お話になったように EPA において、規制値案が公表されたわけでございますので、そういったものを含めて、しっかりとした日本としても基準をしっかりと決めていかなければならない。でそのためにはそのアメリカの EPA の案を含め WHO のガイドラインといったものを参考にしながらですね速やかに、結果を出していきたいというふうに思っておりますし、今ご指摘のあった米軍の基地の話もございますので、その基準値が科学的にしっかりとしたものができた上においてですね、当然そういったものを超えたものに関する対応策というのは検討していかなければならないだろうと思っております。ただ米軍基地内の話というのは今防衛省において米軍側といろいろな協議をしているというふうに承知しております。追加で日本側の50ナノグラムを決めた時の参考にしたデータの一つが米側の健康勧告値の70ナノグラムだったと思うんですけれど、米側がかなり厳格化したことで日本の基準値として今回日本が検討している新しい水道水の基準値も引き下げの方向で検討が進むと考えてよろしいでしょうか。先ほどお話したようにですねまず米側 の規制値案が公表された、それを1リットルあたり4ナノグラムということでございますけれども、米側においてもまだこの規制値案という形で今提示されましたけれども、これからさまざまな検討手続きを得て決定していくというふうに承知しておりますので、その議論もしっかり見据えつつ、また WHO で今ガイドラインの
検討しているということでございますね。こういった最新の科学的知見、これを踏まえながらしっかりとしたものを作り上げたいというふうに考えています。川崎さん。テレビ朝日の川崎です。ちょっと G7 何回か、質問されていると思うんですが、関連してですね、G20 がまとまらない中で G7 の重要性すごい増していると思うんですけども、重ねてで恐縮なんですが、石炭の火力発電のやっぱりこう踏み込んだ議論というのが求められると思うんですが、これどう交わされるんですか。どうやって交わしていかれるんですか。交わすというより、真摯に、G7 各国の意見も承りながらやっていかなければならないというふうに思っています。実際に数値というか年限を区切っていくところも求められると思うんですが、それはどういうふうにやっていかれるんですか。それは今事務的にも交渉しておりますし、これから G7 の各国の考えを当然しっかりと聞きながら、また先ほど私申し上げたようにですね、世界各国で認識を持ちながら歩みを進めなければならないという中で、 G20 等々の考えも聞きながら取りまとめというものをしていきたいというふうに思っています。じゃあ林さん、今上がっている関根さんで最後にさせていただきます。NHK の林と申します。 PFAS に関してなんですけれども、今年初めに特に規制地のに関してなんですけれども、議論が始まってから、アメリカの今回の EPA の動向であったりとか WHO の議論を進めていると思うんですけれども、そうした世界の議論の進捗を含めて、改めてその目標値っていうのをどこまでに設定するっていうのが始まった当初よりも見えてきたということはあるんでしょうか。いつまでにという意味では、環境大臣としてそういった動きがあるということは承知しておりますけれども、現在日本においてはこの専門家会議を立ち上げて、そこでご議論いただいております。当然その専門家会議の中においても、EPA の今回の案の公表、そしてまたWHO のガイドライン、ここを参考にしながら検討していただくものだと承知しておりますので、専門家会議のまさに科学的知見を踏まえた結論というのを尊重してまいりたいというふうに考えています。最後に関根さん。朝日新聞の関根です。冒頭発言で IPCC を伺いましたけれども、そうすると2030年のその日本の目標、削減目標と50年のカーボンニュートラルの目標の間には、改めてその削減目標を設ける考えは今のところはないという、そういうことでよろしいんでしょうかね。2030年度に 46% の削減、そして 50% の高みという目標、そして2050年のカーボンニュートラルの実現、これは今まで掲げた目標でありますので、これの実現に向けて取り組んでいるということでございます。それでは本日の会見は以上で終了いたします。ありがとうございました。はい、お疲れ様。